豊田弁護士自体は役員報酬っていう形で民族党にあったんですけど、それの記載がこの紙にどこか中に入っちゃってるのかちょっと分からなくて質問しました。入ってるとしたら17番だと思います。報酬人件費業務委託費の、1100万のここのところに入っているっていうことです。内訳は今日細かく聞いてないんで、入ってるかどうかは分からないです。入ってるとしたらここだと思います。ここってことです。役員自体になるのが普通弁護士をされていて、利益相反という形でこちらは今後対象になったりはするものなんでしょうか。少なくとも豊田健二弁護士は今まで債権者側の立場で何かしらのこの回収行為とかってしてるわけではないので、少なくともみんなで作る党の代理人、まあ大津彩香さんの代表のもとでみんなで作る党の代理人をやって、また同時に幹事として働いているということ自体はそれほど問題ではないと思います。ただ一点、少なくとも幹事をやってるので、幹事っていうことは何かというと管理監督ですよね。まさにリーガル的なことの監督をしているにもかかわらず、こういうお金の支出があるということは大いに問題があると思うので、まあ、当然その責任の追及は今後あり得るかなと思います。この書面上ですと政党プロモーションで広報に関する業務委託費ってあったんですが、これは最初に森管財人の方にこの形で説明をしたけども、11日の説明で嘘をついていたっていう形でこの表記の記載になっているっていうことなんでしょうか。嘘っていう言い方ではなくて、まあ多分説明の齟齬があった、自分たちの認識の齟齬があったので改めて、まあ、説明をしますっていうニュアンスだとは思います。嘘だと別に認めたわけではないです。はい、重要な説明はですね、この丸2番に1500万円は不動産会社かっこ破産者代表者親族、まあこれ父親のことですけども当て替えたので、同社へ令和6年1月30日に振り込んだってなってるんですけども、このお父さんの会社をこの口座を確認したところ、1500万円を立て替えた形跡は見つからなかったと言っていましたね。はっきり言ってましたね。はい、言ってました。もうこの辺が詐欺、いわゆる意図的に、まあ、完全にこれ騙そうとしてるわけですね。当初の説明ということですから、おそらく今年の3月あるいは4月4月ぐらいだと思われるんですが、いわゆるパパの会社に1500万円払いました、1月30日に、それはパパの会社から政党プロモーションの会社に業務委託費として1500万円立て替えてもらってたからですって言ったのが3月か4月です。いや、そんなお金はお父さんの会社は1500万円お金払ったの見つからなかったですよって言われたので、違いました、お父さんのお金じゃなくて委託先は一社です、4150万円は遡って契約をなかったことにして返してもらいますって言ってるってことですね。でこれに対して、まあ、関西人が呆れてるっていう感じ。十分この説明で我々は詐欺破産罪で十分警察の調べしてもらえると思っていますので、まあ、もちろんその2つ目の2000万円ですね、大津彩香後援会、これはもう利益相反になるでしょうから、大津彩香が代表者のところが大津彩香に持っていってるということで、まあ、麹町警察はもう大津彩香が危険な人物であるということは十分分かっています。この間ね、大津彩香が嘘泣きしてたまで教えてくれたんで、まあ、そういう意味ではこのように明確な資料があるということで、まあ、これ管財の資料ですから、あとは警察から管財の方に確認をしてですね、大津がどのようなことを言ってるのか、これよりも当然永瀬成一の大津がこういう回答したっていうのは管財の方には記録残ってるでしょうから、まあ相当危ないと思ったんでしょうね。これはやっぱり5日前にもう返金しないと危ないと思ったんでしょう。ただ全体で1億2000万円ぐらい抜いているので、4000万ぐらいはどっかに置いてる可能性はあるんですよね。あるいは4000万円どっかで工面する可能性もあるとは思います。ただもうここは僕はもう詐欺既遂でお金を返すっていうことはね、未遂よりも既遂になると、まあ、既遂で損害額の弁済が終わってると、まあ、というのはこれ総額で1億ぐらいになるとやっぱり実刑のラインになってくるので、もう騙せないというのは分かって返金しますということを7月11日の時に言い出したんだろうなと。関西にはあくまでもこれ全額返すようにあえて書面を送付まで書いてるんですよ。これ
大津彩香に対し4150万円全額の返金を求める書面を送付としていますので、いわゆるもうあの電話で返せって言っても返した返さないになりかねないので、明確に何月何日に4150万円返すように言ったところ、説明を一転させて、複数社じゃなくて1社に対してやりましたと。これね、業務委託契約を遡って解除するなんていうのは、通常は業務委託が行われていれば解除なんかできないんですからね。業務発注してるわけですから、もう言ってることがもうまさに犯罪者そのものなんですよ。全く何も委託してなければそれは返してもらえるんでしょうけど、業務をしてもらったから4150万払ったということに対して、全然これはもちろん継続的な業務で先払いしたということもあるんでしょう、そういう言い分もあるのかもしれませんが、もうわざわざ管財人が書面で4150万円返せというようなところをここで出しているところ、まあ管財人の説明がここが一番力もこもっていましたし、大津さんは説明してくれないというところで、そこは関西の方が繰り返しというか、ね、イントネーションつけて、あえてお父さんの会社の口座まで調べたと言ってましたからね。これは結構我々にあの情報をくれてるんだと思います。大津彩香を出てきてもらってですね、来年以降彼女が代表権をや、まあ、代表者を辞めることによって、来年以降少なくとも4年間で4億円ぐらい入ってくるって話をしましたけども、まあ、だからインチでもしてくれということは僕の方から質問しました。もちろん裁判官の方としたらこの破産事件に関係のないことになるので、もしその質問をしたとしても次回、回答する必要性はないというようなことを言ってました。ただもしそれを言われることは覚悟して次回聞いてみますが、いわゆる目に見えない財産があるわけですね、この破産みんなで作ると国政政党には。国会議員が所属するだけで4年間であと4億円ぐらいは入ってくるというですね、潜在的な財産があるというところから考えて、大津彩香が代表者を辞めないということについて、債権者集会で質問することとの因果関係は十分にあろうかと思いますので、かつこのような詐欺を働くような人物でありますので、そこは強硬的に突破していこうというか、質問は繰り返していこうと思っています。今の状況が報告されただけで、はい、まだ債権額は確定をしていないというところで、今後の流れというのはどういうことなんですか。第2回債権者集会が11月のですね、11月19日ですねの2時からですので、まだ4ヶ月先になりますか、東京地裁103号法廷になります。だから2回目でもなかなか確定しないというのは、機密保持契約違反による損害賠償訴訟提供額300万円は訴訟を受刑しない方向である。これはまあ斉藤忠之君のものですね。簡単に言えば斉藤君に対して大津が無理やりというか、一人放送局の通帳を持ってこいみたいなことを言ったというようなところもあって、こんなものは裁判しても取れないという判断を関西がしたというところですね。2つ目、ここすごく金額的には大きなところなんですが、大津が主張する元所属国会議員斉藤君と浜田君のことを指しますが、対する損害賠償請求については内容を破産した代表者に確認中というところなんで、まだ大津は斉藤君と浜田君にそれぞれ3億5000万円ほどかな請求できるという主張をしていてですね、そこの主張についてはちょっと意味がわからないんだけども、まだ決定をしていないという。2月26日付のみんなで作る党のホームページには、立花から3億5000万回収し、浜田君と斉藤君の2人で3億5000万回収して1億円稼ぎ出すと、だから7億円ぐらいお金ができるから皆さん破産なんかには賛同しないでくださいって中の一つのやつですね。3番今後の調査により、資産が追加となる可能性もあるということなので、4ヶ月後の2回目の債権者集会までには相当いわゆる債務再建については調整が入るのかなと思っています。大津さんのこのスレッドでですね、はい、欠席した理由の後に早い段階で裁判所と管財人には説明済みですので、はい、橘瑠璃らのご意見や願望は印象操作違法行為の一つだと考えますというふうに投稿してるんですけども、はい、まあ、今日のその管財人の方の説明からすると、まあ、説明はしたかもしれないけれども全くので話しなかったっていう、はい、明確にだから詐欺罪でこちらはもう告訴するということを決めていますので、嘘の説明をしたというところですね。ですから破産詐欺罪あるいは説明義務違反というのもありますので、要は大津彩香は説明を
してるけども、それは真実ではないということですよね。かなり管財人が強硬的に書面でね、通常こんなの書面でいちいち金返せって言わないじゃないですか。少なくとも僕は言われてません、書面ではね。例えば車を売ってください、3台の車売りましたとかっていうことです。全て口頭あるいは電子メールで言われてるんですね。でそれに対して素直に従っているから全額の返金を求める書面を送付なんていうのは、これはまあ私どもは少なくともなかったと。ですから大津は説明をしているけども、故意にやったのかどうかは別にしても、全くその帳簿と合わない説明をしているということが今回ね明らかになりましたし、管財人もそのような趣旨の怒り気味に話をしていました。これは裁判官も同じようなトーンでですね、特にこの15番の2000万円の大津彩香講演会についてですね、こんなところに1月30日に2000万円も寄付していることについて、これ差し押さえれないんですかという説明、質問をしたんですけども、直ちに回答できないような状況であったと。だからまあ王さんは何度も言いますが犯罪者なので平気で嘘をつくっていうことですよ。彼女が発信していること、そんな発信する暇があったら出てきて説明したらいいわけですよね。今回は関係のない質問が入る可能性があったので、まあ、出廷しないことは認めましたが、次回はもう出廷してもらうという約束を代理人がしたということなので、次回出てこなければおそらく引致という決議をしていくことになろうかと思います。 NHK をぶっ壊